渋谷丸山古墳は、徳島県徳島市渋野町三津は、学島にある古墳。形状は、前方公園墳。渋野古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。徳島県では、最大、四国地方では、第2位の規模の古墳で、5世紀前半の築造と推定される。徳島県東部、徳島平野南部の多た川砂岩の丘陵を根を、 切断して築造された大型前方公園墳である。勝浦川下流域では、本古墳含む渋谷古墳群などの古墳群が分布するが、本古墳はそれらの内名主的位置づけになる。本古墳は1923年の勝浦郡史に紹介されるように古くから前方公園墳として知られ、1999年度から数字の発掘調査が実施されている。 噴景は前方五円形で前方部を正方に向ける。噴景は三段築成。噴景長は105メートルを測るが、これは徳島県では最大、四国地方では富田茶臼山古噴に次ぐ第2位の規模になる。噴景表面では、吹石、円筒派に割れず、朝顔形派には、継承派には、弾きが検出されている。また噴景南側には作り出を持ち。 そこから多数の小型壺のほか、ザル型河原家、埴輪辺編が出土している。墳丘周囲には左右非対称系の集合が巡らされており、集合を含めた古墳総長は118メートルに及ぶ。主体部の埋葬施設は公園部に推定されているが、発掘調査はされておらずつまびらかでない。この渋谷丸山古墳は出土遺物等より、 古墳時代中期前半の5世紀前半頃の築造と推定される。徳島県域では古墳時代前期は主に、鳴ると、板の地域や木の部山地域で古墳が築造されていたが、前期後半頃の満女塚二号墳から勝浦、川下流域にも古墳が築造されるようになり、中期前半になっそのため、古墳時代の淡地域の変遷や機内勢力との 関係の点で注目される古墳になる。古墳域は、1953年に、周辺の天皇の森古墳、新宮塚古墳、花折塚古墳、万女塚古墳と合わせて、渋谷の古墳として、徳島県指定史跡に指定された。その後、2009年に、渋谷丸山古墳として、国の史跡に指定されている。公園部から前方部を望む古墳の規模は次の通り、 前方部及び後円部の一部は、後世の開墾、宅地化の際に削られているが、その他の部分は、おおむね良好に依存する、三段蓄生の噴球のうち、一段目は現在では、完全に埋没している。噴球周囲には、幅4から13メートルの集合が巡らされている。集合は、噴球南側で、縦型、噴球北側で、噴球造除型を成しており、 左右対称型を取らない。加えて、北側クビレ部付近では、自然地形の制約で監修しないという形状になる。なお、この集合の外側に、周二和体は認められていない。公園部墳丁埋葬施設については、発掘調査が実施されておらずつまびらかでない。地元では、天井石が確認されたと伝わる。またレーダー探査では、公園部において洞窟港と見られるくぼみや、 東西主軸の石室と見られる幅約5メートル、約2.5メートルの反応が確認されている。なお、長谷寺には後世に公園部墳町に建てられていたという痛みが伝わるほか、徳島市渋野町三津岩には主体部の二石が掘り出された後橋として使用されたという石材が置かれている。注釈出典、ありがとうございます。